はい、皆さん、毎度毎度。まあ、物事をね、こうやって美容業を教えるときね、自分がやってるのはおっさんだの、おばさんだのばっかりだからね。だから、若い人の髪の毛をあまり触らないっていうの、だから、若い人の毛ってのは予想以上に硬いからね。だから、普段から細毛何毛ばっかりね、刈り上げしてね、カットしてるとね、バリカンでやるなんて邪道だってなっちゃうよね。だけど、硬い髪の毛だとね、ハサミなんかじゃ切ってらんねえっつうの？で、まあ、刈り上げなんかね、シザーで切れば、硬い髪の毛を一点に収束させて、まあ、山の頂点を切ってるような感じだよね。だったら、バリカンでやった方がよっぽど綺麗なんじゃねえかなと思ってね。シザーを使わずにバリカンカット？バリカンカットだってアタッチメントつけて6ミリだのな、2ミリなのではなくてね、シザーをバリカンに持ち替えてね。だから、まあ、我々の世代のね、床屋さんでも美容師さんでもね、先生になってね、で刈り上げをやって、まあ、シザーでやると、でバリカンでやるのは邪道だって言うけど、それは若い人の髪の毛やらないからだと、そうなんじゃないかな。だからパーマで言ったらね、若い人ね、若い人のパーマ10本で巻き終わるってのは楽だよね。こんなおばちゃんだったら60じゃ足んねえがね、70、80巻くからね。そういう若い方のパーマ巻くときにね、ペーパーを折って巻くってのは邪道なんだよね。巻けなくなるから、かえってね、やっぱりあれは国家試験巻きの方がいいんだよね。だから、こう、おっさん、おばさんがね、ペーパーを折って巻けなきゃ巻けねえよ、人間の頭は、なんて言ってるけど、若い方を10本じゃ巻けるかな、20本ぐらいで巻くような場合、それは巻いてる時間は短いかもしんないけども、まあ、10本、20本で巻くってのは楽なように見えるけども、まあ、手数が少ないからね。で、最終的にそのお客様がお店に来てから帰るまでの時間、おばちゃんパーマとそのロングの20本巻き、10本じゃちょっと無理なような気するんだよね。どっちが早いかしたら、おばちゃんパーマの方が早いんじゃねえか？こういうショートのおばちゃんのカットね、カット自体だって10分以下で切れるし、ま、シャンプーも簡単だし、ゆすぐのも簡単だしね。あと、乾かすのも簡単だしね。乾かすブローの時間ってあるけど、それほど時間かかんないからね。まあ、これ負けず嫌いで言ってるわけじゃないけど、ロングの10本15本巻き来ても、だからといって巻く本数が少ないからって割引してると儲かんねえじゃねえかってことだよね。 だけど、ロットの本数を少なくね、綺麗にかかるっていうのは美容師にとって憧れの仕事だよね。だからね、10本で巻いてかかったよとかね、12本でかかったよとか、8本でかかったよなんつったの自慢してね、まあ、それは羨ましい話だよね。だから自慢話になるっつうの？人の気持ちを揺さぶるのにはね、そういう話っていうのいいよね。うちのパーマなんかだって20本以上普段巻かねえよとか言ってね、うちのパーマ見てね、で揺さぶりかけてくるっつうの？そういう揺さぶりにね、心を動かされちゃうとね、そういう話ね、自分が若い頃ね、やっぱり人の話聞いてね、巻く本数が20本とか何本とかで、一人の頭ね、10分以下で巻くとかね、それは本当に羨ましい話だよね。だ、そういうのを話を受けてね、真似してね、失敗するっつうの。まあ、そういう揺さぶりみてえなさ、こう、技術情報、これ注意だよね。はい、お疲れ様でした。春先生、おはようございます。フライドポテト、油が冷たい時に芋を入れてそのまま揚げるの、今度やってみます。結構来てるよ、湯気の出方が。なんかこれで、これいいのか分かんないけど、ちょっと水気を取りたい。ひまりはあ、そこれ借ります。借りますじゃない、もらいます。使いな、どんどん。暑いかんね。あれ使う？かごじゃねえけど、あれ。ザ、ネット。あ、ざる、これ？横の揚ああ、げこ物れの、か、これこのか。下にある。でもこれ、あれ、お皿がないと安定しないよね、あれ。